さんこんにちは、仏のジーザスです。今日も見てくれてありがとうございます。今日はですね、ブルースです。ブルースギターです。ですね、A がキーのブルースですね。A がキーの3コードのブルースのバッキングですね。ギターのバッキングが劇的に変わりますっていうですね、技をですね、一挙公開したいなと思いますので。というのもですね、前回ですね、前々回かな、ですね、同じようなテーマでキーが E でやったんですよ。 E のブルースで。そしたらですね、たくさんコメントいただきましてですね、誠に嬉しい限りでですね、嬉しかったです。で、その中でですね、まあ、ちょっとキーが A でも、ぜひキー、もちろん A でもブルースっていろいろあるじゃないですか。なので、A もぜひやってくれというですね、ありがたいね、リクエストをいただきましてですね、もうやらないわけにはいかないなと思いましたので、ぜひやってみたいと思います。大体ですね、この辺ですね、1から3フレットのあたりで、皆さんギターをですね、最初にね、こう C とか F とか G とか A とか B とかですね、E とか D とか、まあ、D マイナーとか E マイナーとかですね、覚えると思うんですよ。で、そこでここでバッキングだけを弾いてるとすごくもったいないですよって話なんですよ。ここでローコード覚えたら、そのローコードと同じ形だけでこの指板いろんなところでバッキングができちゃいますっていう話なんですよ。なのでぜひですね、これはね、本当に絶対に視野が一気に広がる、劇的にバッキングが変わる技なので、ぜひよかったら最後まで見ててください。あとですね、このチャンネルはですね、まあそういうギターのプレイの解説とかですね、私何度か音楽理論や作曲なんかの解説もですね、面白おかしくやってますので、よかったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速解説したいと思います。はい、じゃあ早速解説したいと思います。全部で4つのポジションを解説したいと思います。そしてですね、その4つのポジションそれぞれでちょっと使える小技も一緒にちょっと解説したいなと思いますので、ぜひお付き合いください。まず1つ目のポジション A ですね。だいたいですね、最初に A でブルースのバッキングをじゃあやろうぜってなった時に、だいたいこんな感じだと思うんですよ。こんな感じだと思うんですね。いわゆる A、ローコードで弾いて2弦3弦4弦の2フレットですね。これはまあ誰でも分かると思うんですけども、ほんでこの時にですね、5弦の開放と4弦、今2フレット押さえてると思うんですけども、それを2フレットから4フレットも足すんですね。2を押して4 2 4 2 4ですね。4フレットですよ。5弦は開放のままで、あとは A を弾いてるって感じですね。これでいいんですけども、まずこのポジションで、使える技としては、やっぱりこれが一番低い音が出るポジションなので、この辺の6弦5弦この辺も入れて、低いところを入れて、低いボトムをしっかりここで作りたいなと思うんですよ。そのバッキングの中でも一番あれ土台になるような、そういう技をちょっと入れたいんですけども、こういうのとかですね。まず5弦の今開放から3フレット4フレットですね、3フレット4フレット一気に弾いたんですよ。1回のピッキングで開放からですよ。で、こんな感じで弾いて、もう1回 A、 こんな感じです。で、次、ですね、このさっきの4弦の2フレット4フレットにちょっと5フレットも足してあげるんですよ、最後ぐらいに。それとまたバリエーションが出るんですよ。次、こんな感じですね。で、もう一個足したいのが6弦の3フレット。これですね。これかますんですよ。かますとかっこいいんですよ。ちょっと軽くチョーキングこっち側に引っ張る感じで。で、すぐ開放から5弦の開放から6弦の3フレットちょっと引っ張って、このですね、チョーキングで A を弾く。こんな感じです。順番はもう自分の好きなところでやっていいと思うんですよ。自分が気持ちよくこうだなっていう、それはもうセンスだと思います。あともう一個ここで足したいのが1弦技があるんですけども、3フレット今押さえたんですよ、1弦を A を弾きながら。で、ついでに制覇して、ですね、1弦もついでに 2フレット制覇しちゃうんですね、 A を押さえた時に。で、これも1回のピッキングで2フレットから3フレットこんな感じで弾くんです。つけたり離したりするんですよ。で、やっぱりこういう半音技ってブルースってすごく、半音はね、やっぱりブルージーなんですよ、ブルースって。だから半音技は要所要所で、結構さっきのこれもそうですけども、半音技はちょっとガンガン、ですね、やるとかっこいいんじゃないか、ブルージーなんじゃないかなと思います。今の技もちょっとこんな感じで使うとかっこいいなと思うんですよ。
こういう合間にこういうのを入れたりとか、低いところばっかりで突然高い音を入れたりするとかっこいいかなと思うんです。あとは D に変わる瞬間とかに入れると僕は結構それ好きなんですけど、こんな感じでですね、次のコードに行くときとかに使うと僕は好きなんですよ。というわけでこれがまず一つ目のポジション、ロコード A でのポジションでのいろいろなバッキングパターンで、続きましてがこれです。はい、続いてですね、 F ですね、 F の形でそのままこの押さえてるバーをですね5フレットにダーンってこう持ってくるんですね。これで A です。これはもうロックやってる人だったらですね、もう お約束というかおなじみだと思うんですけども、これでちょっといろいろブルースの、バッキングの技をやりたいんですけども、この今押さえてるバーあるじゃないですか、人差し指のこれを制覇しないで 1,2,3 弦だけ5フレット押さえちゃうんですね。でこの指で、中指ですね、で、3弦の6フレットで、この指薬指で4弦の5フレットです、あ、7フレットですね、4弦の7フレット、これで A ですね。いわゆるなんかこう親指使って押さえる F あるじゃないですか、その感じで押さえちゃって、技としてはこんな感じですね。3弦の5フレット6フレットを半音かます感じですね。で、1,2 弦の5フレットで、続いて途中に4弦の7フレットの音こんな感じでやれると結構かっこいいなと思うんですよ。まあ、ここからの流れですね、さっきのやつの流れ。こんな感じですね。で、ですね、まあ、ここはペンタトニックも使えるかなと思うんですけども、今日はあの、なんていうんですよね、それはちょっといろいろやるとややこしくなるので、今日はバッキングだけにしたいなと思います。続いてのポジション、これがですね、D7 技ってやつですね。D7 技はですね、今この辺に出てると思うんですけども、D7 押さえるじゃないですか。で、そのまんま、1弦のポジションをぐーっと9フレットまで持ってきます。1弦が9フレット、2弦が、8フレット、3弦が9フレットですね。これが D7 です。で、これで弾けちゃうんですよ。で、どういう感じかっていうと、ここの技は、こういう感じで、このまま今押さえた形、1弦が9フレットの状態ですね。でそのまま1個こっち側に低くします。でそのまま戻します。で低いところからこんな感じですね。要するにフォームだけ覚えてちょっと、半音というか1フレットずつ行ったり来たりする感じですね。これもブルージーですね。で僕好きなのはこの1弦を一緒に弾かないでたまに入れる感じで、最初は2弦3弦だけでやって、たまに1弦も入れる感じが僕は好きなんですよ。今 2弦と3弦だけでやってみますよ。こんな感じですね。こういう感じで、まあ、全部もちろん最初からやってもいいんですよ。これ2弦3弦こんな感じですね。で、これもここで使えると。これも使えますね。で、もう一個、続いてですね、B7 技ってやつですね。B7 技はですね、またこれも押さえ方ここに出てると思うんですけども、こういう感じですね。B7 を押さえて。で、そのまんまですね、この5弦を押さえてる、この指ですね。この指を一気にドーンって12フレットまで持ってきます。で、使う弦は5弦、4弦、3弦だけですね。いわゆる5弦が12フレット、4弦が11フレット、3弦が12フレット。これで B7 系で弾く A7 って、まあ、ちょっとややこしくなりますけども、これが B7 技の A ですね。で僕ここのポジションではぜひやってほしいのが、小指をぜひですね頑張ってですね2弦の13フレット押さえちゃってほしいんです。これですね、これが地味変コードってやつですね。もうですね、いわゆるあのシャープ9、 A7 シャープ9って音なんですけども、まあ要はあれですね、一つの中に、メジャーサウンドとマイナーサウンドが両方入ってて、もういかにもそのメジャーでありマイナーでもありっていうですね、このそれこそブルースなんですけども、ブルースだなっていう技だと思うんですよ。でこれ地面コードなんですけども、なんて言うんでしょうね、やっぱ強いんですよ、地面が使うだけあって。だからもうここぞっていうところにバーンって鳴らすとかっこいいかなと思うんですけど、こんな感じですね。ちょっと大変、あの慣れるまで指が使いが大変かもしれないですけども、 B7 さえ押さえられれば全然問題ないですから、ね、こんな感じですね。で
これを踏まえてですね、今4つのポジションをいろいろやったんですけども、それで実際に3コードのブルース弾いてみたいと思うんですよ。で、A と D と E ですね、E7 ですね。で、D の時も E の時もいろいろこの B の技とかもちょっと使ってみますので、一緒です。もう考え方は全部一緒です。それでちょっとどんな感じになるか、バッキングだけですよ。で、ちょっとどんな感じになるかっていうのをぜひ聞いてみてください。やってみます。というわけでですね、まあこれ1日2日でできることではないと思うんですけども、ローコードさえできれば本当1週間ぐらいで全然弾けるようになってくると思うんですよ。で、続いて D とか E、いわゆる3コードの中の音ですね、それもいろいろ今度じゃあこういうことだよなって分かってくると思うので、理論さえ分かっちゃえば全然難しいことじゃないので、ぜひねチャレンジしてみてください。今日もお付き合いありがとうございました。で、最後にですね、今日から言おうと思うんですけども、仏のジーザス情報としてですね、私今年の2月に1日にですね、自主制作で7曲入り500円、安いですね、の、古い時代の優しい歌というですね、ソロアルバムを発表しました。で、この辺ちょっと出てますけども、通販でも500円で販売してますのでですね、ちょっと送料かかりますけども、よかったらですね、この、概要欄の方に書いておきますし、概要欄の方で視聴もできる、動画ですね、のも、アドレスも貼っておきますので、よかったらぜひチェックしてください。今日もお付き合いありがとうございました。ではまた。